吉田ストーム発見動画チャンネルの吉田ストームです。ここは逗子葉山にあります日陰茶屋という日本料理の店であります。ここは昔から日陰茶屋という、なんていうんですかね、宿であったわけであります。そしてこれが日陰茶屋事件という1階の場所、そしてまた2階の同志社が刺されるという大きな事件がありました。もともと異常に悲惨なのはその同志社であります大杉栄と栄の伊藤の絵がこの後、熊笠大尉に殺されるという事件がありました。また刺した上鹿さんは、その後逮捕されて牢獄に入ったわけでありますが、戦後になりますと上鹿彦さんはなんと衆議院議員になってまして、ずっと亡くなるまで、この衆議院議員を務めたという非常に、著名な方であるわけであります。かたや先ほど話しましたように大杉栄と伊藤の絵は甘春大尉によって虐殺をされたわけであります。家族も一緒になって虐殺をされた非常に悲惨な運命を背負うわけであります。たった一人、伊藤の絵の子供であります、伊藤真子さんだけが生き残りまして、親戚に引き取られまして、九州に行った、九州の糸島という地方に行ったわけであります。その後、だんだん成長するとともに、そのお仲間の皆さん方と一緒に仕事をして、博多人形師になったわけであります。私もこの博多人形界にずっといましたので、そうしたこの伊藤真子さんのことは承知しておったんですが、それがこれから先また何十年か経って母親であります伊藤美穂と大杉栄が一回しておったという場所、なんか甘酸っぱいような話の中のあった時代、その後虐殺されていることを歴史の中で振り返ったわけであります。非常にこの70年の歴史の中で、ここはさまざまな事件と関係と歴史との関係を結び持つ場所として長いところであります。今日は私は妻と一緒にここで美味しい料理を、日本料理をごちそうになりました。吉田ストームでした。終わります。